鳩山さんに次ぐ、その人が記者団の前で、中国がいくらミサイル持ったって撃ってくるはずないでしょこの世の中でと、こういうこと言った。さすがに新聞社はみんなひっくり返って驚いたんです。ひっくり返って驚いた。要するに軍事力があるというのは無言の力が出てくるんですよ。軍事力があることは外交力に転化されて、これが恐ろしい影響を及ぼすということを、これは国際政治やったの ABC、 私のゼミ生は全部知ってます。おそらくこれがわからないのは、今国会議員、あの赤絨毯のこの知ったところに生活している連中ほとんどが分かってない。一つ例を申し上げましょう。今から5年前に前原さんが民主党の党首だ、今ワシントンに行ってらっしゃる前原誠司、国土交通省です。アメリカの講演で中国の軍事力は事実上の脅威だとおっしゃる。帰ってきたらどうした、袋だけにあったんですよ民主党に。で民主党はこれを否定して統一見解を出しています。もっともらしいんですよ。脅威には2つの要素があります。能力と意図です。能力があっても意図もなければ脅威になりません。能力がなければ意図もあっても脅威になりません。中国は能力は当たり前です。日本の3倍の軍事費を持ってるんですから。宇宙衛星を破壊する機械を持ってる。これ3年前に破壊した。最近もこの新しい兵器の実験をやった。核を持っている。空母の建造に乗り出した。この中国を要するに意図とおっしゃるけれども、民主党というのは能力はあるが中国の意図は脅威と見なされない、侵略の意図があるとは考えられないということで脅威とは言わないということにしたんですよ。なぜでしょうか。怖いからです。人の意図が分かりますか。皆さん、民主主義国家だったらこれはもういろいろな段階で全部透明度がありますから、俺はすっぱ抜かれたり、新聞にすっぱ抜かれたり、秘密にやってるのすっぱ抜かれたり、なんか人大騒ぎになる、議会で取り上げられる。これはないんです。一党独裁の国で、はっきり言うと政治委員の国員が全部を決定している。そのうちのトップが決定している。このトップの意図が自民民主党の方々にどうして分かるんですか。戦利眼がそんなにいるんですか、あの党に。しかも人間の独裁者の意図というのは一朝にして変わるという、小学生で分かる ABC が分かってない。要するに怖いから脅威と言いたくない。言いたくないためにはどういう理屈をつけるかということで、前原さんの発言を全部否定してしまった。前原さんそれ納得しちゃった。でその民主党が転換をつける。どんなことがあっても抗議する、そういうことにはならないだろうと私は思いますよ。で、まあ、私は申し上げたいのはですね、さっき申し上げましたザ・キーストーン・オブ・ザ・パシフィック、こういうことでございまして、この沖縄に米軍基地があるのがなぜこれは危険なんでしょうか。より大きな危険、 X 軸 Y 軸というのはあのユーラシア大陸の猛烈な圧力、これを跳ねのけるか、これを抑えることを安全保障上抑止力と申します。この抑止力を弱めるようなことを今の内閣総理大臣がやって、これに沖縄全体が同調しているよと、本土にいる人間が誰も危機感を抱かない、中村君のような勇気のある人間が声を上げると足を引っ張ろうとしている、ああいう集会には誰も行かないでしょうなんて電話かかってくる、お前何言ってんだって僕は怒られたんですけどね。これは一人でも二人でも早く立ち上がって危機感を訴えないと偉いことになると思います。アメリカの対中政策はどうなってるか、これはもう私専門なんですよ。ニクソンの訪中以来ずっとの資料を、持ってまして、おそらくニクソンの研究者というのは私は日本で数少ない研究者の一人なんですけども、どういうことになっているかというと、アメリカは中国の危険を十分承知しているんです。承知していながらこれをソ連、旧ソ連のようにこう追い詰めていくと何をするかわからない。何しろ13億ですからね。
あと30年後にインドは中国を抜く大国になるんですよ。でそういう大きな激怒する国際情勢、すぐ見えないけども大きく動いてる。この中国を国際社会にみんな取り入れちゃう。取り入れれば普通の国にだんだん変化していってしまうだろう。でエンゲージメント、関与させる。あの万博だろうがオリンピックだろうが世銀だろうが、いろいろな国際組織にいらっしゃいいらっしゃいいらっしゃい、みんなやってます。入ってきているうちにあの国にはどうも矛盾が顕在化してきたぞ。市場経社会主義に市場経済を採用したけど貧富の差が大きくなってきたぞ。環境を大きく汚染するような国になってきたぞ。水不足になってきたぞ。矛盾がだん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 顕在化してるんですよ。アメリカはこれをやってできれば軟着陸で、あの国が一党独裁から複数政党のある民主主義国に変えちまいたい。同時にこの国は危険があるからヘッジングって言うんです。保険をかける。保険をかけるというのはあと10年20年後に強大な軍事力を持ってくるだろう。ものすごいお金を持ってますから、これに対してどうするかという保険をかける。これは2つ以外ない。1つは自分の国の軍事力を増強することだ。2つ目、同盟国との関係を強化するんだと。こういうことなんです。これは皆さん全部お分かりいただけたと思う。対局がこの同盟関係を強化しなければならないときにこれを弱体化させよう。それも全体の大局観がなくてですね、皆さん車に乗ってるんですよ。でそのシートベルトの色が擦り切ったかどうかって、これを盛んにやってるんですよ。岡田さんの密約も、今のあの普天間をどこへ持っていくかっていうのもこういうことやってる。そうじゃなくてこういうちっちゃいことをやってる人は車全体がどっちに動こうとしてるのか分かってんのか、地球全体に今何が起ころうとしてるのか分かってんのかということで、こういうことを自覚した我々は一人でもいいから立ち上がらなきゃいかんだろうと思います。どうぞ皆さん今日はですね、あの実りのあるディスカッションをこれから展開していただいて、対局、日本は自分の運命をどうするのか、私は結論から言うと日本は10年、20年、50年後、本当の日本を取り戻さなきゃいけない。その場合にもアメリカとは喧嘩する必要はないだろうと、こういうふうに思います。で、私は日米同盟論者と言いますけれども、本当は本当の日本を作る。そのための手段として、日米は仲良くしなければいけないし、日本が強大な国になっても、アメリカと本当に仲のいい国である。同盟関係を維持することと何の矛盾があるか。いうことを最後に申し上げて、私のご挨拶としたいと思います。大変ご清聴ありがとうございました。